When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss.皆さんこんにちは、ミカです。今日はオフに挑戦してみたけどこんな感じで先端だけがどうしても取れなくて残ってしまったという人にここからアレンジする方法というのを紹介します。ここまでは取れてここからパキッと折れちゃってもう取れないで、オフするのも大変すぎて地爪にかぶってるからカットもできないしどうしようという風に悩んでいる方は、残ってる部分が伸びきってそこをカットできるぐらいになるまで今日のやり方を参考にちょっとここからアレンジしてそれで耐えるようにしてみてください。でこの時の条件なんですけど、先端どこも浮いていないというのが条件です。はい、今なかなかオフに行けなくなれない中、自分で頑張ってオフしている方もたくさんいると思うので、ちょっと今日はこうそういう動画をアップしてみることにしました。でジェルで修正する方が綺麗に仕上がりますし、隙間も埋めることができていいんですけど、今日はね普段はネイルしない人でも真似できるようにマニキュアを使ってアレンジしていきます。それではやっていきましょう。用意していただくのはネイルファイルです。でネイルファイルの中でもこれは80グリッドなんですけど、グリッドの粗いものを使ってください。で粗いか細かいかというのは、数字が若くなればなるほどグリッドは粗くなります。でなのでこのレティジアのネイルファイルだと、この柄の面が240、裏は80です。で裏の方が粗いです。ではこうやって先端だけ残ってしまった場合、ちょっと今日はね実際に残ってしまったものではなくて、ちょっとスカルプを使って残ったらこんな感じになるだろうっていうのを作ってたので、もうちょっと断面は荒れてると思うんですけど、横から見るとこうやって根も地爪に比べてガタッと出っ張っていると思います。こんな感じ、このまっすぐ来てボコッとなっている、このここを斜めに削って、地爪からここの段差というのをなくして滑らかにしていきます。なのでネイルファイルのこのザラザラの80グリッドの面が爪に直接当たるのではなくて、ちょっとこの角度をねつけて、ここのジェルから今削れたら、ここだけが削れたと思うんですけど、こんな感じでこの斜めの段差になっているここだけにファイルが当たるように、ちょっとゆっくり意識しながらこうやって削っていきます。でネイリストとかだとこうバーってね、サッ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 って削っていったりするんですけど、初心者の方だとそれなかなか難しいと思いますので、こういった何かポリッシュ型の台の上に指とかを置いて、でちょっとこの下、先端を下に下げると、この先端を下に下げると、この境目のところっていうのが自分に対して見えやすくなりますので、こう下げて、でそこにこれが当たるように固定で、そのままゆっくり動かすっていう風にやるとやりやすいです。ゆっくりゆっくりどこを削ってるかっていうのを確認しながらすることで、こう地爪まで削ってしまったりするのを防止できますので、このやり方を真似してぜひぜひやってみてください。こうやって全体削ったら粉まみれになるので、粉まみれになったらこういう使ってない化粧用のブラシでいいので、こうやってダストを一度払って、すると横から見た時にこんな感じで、さっきと比べるとだいぶ段差がなくなったのがわかりますかね。他の爪もまあ少なくちょっとは段差ありますが、かなりマシになりました。ではここまでできたら、何でもいいのでベースコートを塗ります。透明なベースコート、こちらの透明なベースコートをジェルが取れているところですねだけに塗っていきます。ジェルが取れているところだけに塗る、他も同じように根元からジェルが取れているところだけにこうやって塗っていきます。でこうするとなおさら横から見た時の段差っていうのが滑らかになってきます。ではこの状態で乾かします。はい、そしたらゴールドでもシルバーでも良いので、こういうラメのマニキュアというのを用意してください。こちらのマニキュア使っていきます。ちなみにこれはラコラランのシャインミラーっていうカラーですね。ではこちらのラメのマニキュアをちょっとこうやって片側だけしごいて、先端にラメをためるように取ったら、この境目を隠すようにこうやってねのせていきます。で細めに塗るというよりかはちょっとたっぷりめにのせる方が可愛いなと思うので、今日はそうしていきます。ちょっと斜めに持っていったりするとなお可愛くなります。こんな感じで、他のところも中途半端に残ったいびつな形を生かすようにこう境
境目をゴールドで塗っていきます。これストーンが残っている部分はちょっと後でやるので一回置いときます。で乾かします。でその間にこのストーンのついてるところをやっていきます。こういうストーンがついてるところはこの残っているカラーと同じような色のマニキュアというのを用意します。で、できればちょっと薄めの色とかちょっとパールが入ってたりするようなものが一番相性がいいかなと思います。こちらはラコラランのドリームパープルという色です。ではこちらもしっかりとしごいて、これをこのように空いているところに塗っていきます。そしたら少なめに取ってこの少しね空間が空いてる部分にもちょっと色を、色というかちょっとこの薄くてちょっとラメの入ってる色というのをのせていきます。こんな感じですね。はい、ではここで少しゴールドをこうやってところどころに足していきます。ちょんちょんちょんとマニキュアをポンポンポンと置く感じ。そうするとちょっとゴールドのマーブルみたいな感じになります。そしてその上からこういった100円ショップとかネットでも売られていますのでネイルパーツというのを組み合わせてのせていこうと思います。夏っぽくしたいのでこの人手とかねそういうのものせていこうと思います。こういう感じでこのもともとついてたストーンとこううまく調和していくようにのせていきます。はい、こんな感じですね。するとなんかなんとなくベースがグラデーションのように見えませんか？ちょっと色の薄いものっていうのを塗ったことによってなんとなくグラデーションで綺麗に見えます。そして少しゴールドをところどころ足したことでこのね全部埋め尽くししなくても全体がキラキラして見えます。あとはストーンの選び方なんですけど他のところにゴールドを使いましたのでゴールド系のパーツで、もともと残っていたストーンが白っぽい感じのストーンだったので同じように白っぽい種類のストーンっていうのを使いました。似たようなものを選んでやっていくと全体をきれいにまとめることができます。はい、そしたらね他の爪の部分が乾いてきたと思いますのでトップコートを塗ります。トップコートはラコラランネイルケアラインのトップコートですね。こちらを塗っていきます。でトップコートは根元から全部最後まで塗ってもらって大丈夫です。ほら、なんかもう削った後でだいぶカサカサ状態になっていたジェルですが上からトップコートを塗るとこんな感じでツヤが復活してくれます。なので上から塗っていきます。この時先端を少しかぶせるようにこのエッジの部分です爪の先にも少しトップコートを塗ってあげます。でこういう埋め尽くしのところも上から全体をこうストーンが取れないようにマニキュアで覆っていきます。では塗れたらマニキュアなので最低20分ぐらいはしっかりと乾かしましょう。乾かすことができたな。はい、完成です。いかがですか？最初の時と比べるとかなり見違えるように生まれ変わったと思います。で、これはマニキュアなのでオフするときは除光液ですね。普通の100円ショップでも売ってますしどこでも売ってるポリッシュリムーバーか除光液というもので簡単にオフすることができます。で、先端に残っているジェルとかスカルプっていうのは除光液ではオフできなくてアセトンじゃないとオフできないです。ただ今日はもうアセトンでどんだけ削ってアルミホイルで巻いても残ってしまったこの先端の部分っていうのをもう無理やりオフするのを諦めてリメイクするやり方を紹介したのでもうオフするときはこのまま過ごしてここの部分が少し伸びきったときに伸びた部分をこういったね爪切りとかネイル用のニッパーなどでこの伸びてきたところを横からハサミを入れてカチカチカチッと切り落としてしまえば大丈夫です。普段ねセルフネイルをしない人とかでも今なかなかネイルサロンに行けなくて頑張って自分でオフ
してると思います。でオフに挑戦したけどどうしても先端だけこう残って取れなかったという方は、そのまま過ごすのもやっぱりちょっと恥ずかしいですし、自分的にも気分も上がらないし、かといって無理に剥がしたら爪ごと持っていかれてしまう可能性もあるので、こういうアレンジの仕方をして、ちょっと気分を持たせてみてくれたらいいかなと思って紹介しました。もちろんね、今の時期だけじゃなくて、普段セルフネイルやっている方でも、先端っていうのは温度が低いので、どうしてもアセトンでジェルが溶けるのに時間がかかってしまって、落ちにくいです。あと先端の方をしっかり削るっていうのもなかなか難しくて残ってしまいがちなので、残ってしまった時はこうやってアレンジしてみてください。ただ、動画の最初にも言ったみたいに、ちょっとでもこう端とか先端とか浮いている部分があったら、そこの爪だけは全部オフするようにしていただいた方がいいと思います。なぜならその浮いているところから水分が入ったりとかして、そこに水が溜まってグリーンネイルを引き起こしたりする原因になりますので、そこだけオフしましょう。で、1本だけオフしてしまったら、そこの爪はどうしたらいいんですかという質問がね、多分あると思うので、それにお答えすると、そこだけはラメでこう一色塗りしてしまうとか、こういう似たような色のマニキュアを組み合わせて残っている爪に見立ててデザインしてみるとかして全体のバランスを整えれば大丈夫です。これを機にね、ぜひぜひマニキュアを使って自分のネイルをアレンジしてみてください。ということで、今日の動画いかがだったでしょうか。役に立ったとか、私もこれで困ったらぜひやってみたいなと思ってくださったら、ぜひグッドボタンお願いします。そしてこちらの動画は IGTV や Twitter の方にもシェアできるように載せておきますので、前のねオフするやり方の動画同様、周りの方でジェルネイルのオフに困っている人とか、結構ネイル普段サロンにやりに行ってて自分でオフしたけどなかなかできなくて困ってる友達がいるという方は、ぜひ動画をシェアしてあげてください。ということで、皆さん動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。